大正町は日本統治時代の台湾における台北市の行政区画1丁目から3丁目までで構成されたこの町名はこの区域が大正時代に計画されたことから名付けられた大正町は三橋町の南にあり火山駅の北側に位置した現在の中山北路伊東新西北路伊勢南京安摩南市民大道以北の地域が 大正町に含まれる。町内には行政管理の宿舎などが整備され、当時の高級住宅街であった。町内には大正町協会があり、一条通から九条通までの道路が通っていた。戦後、高級住宅街であった大正町の一帯は、日本料理店やバーが林立する繁華街へと変遷した。今日では風俗営業の中心地となっている。 1911年8月26日、台風の影響で、台北では川が氾濫し町が水没したが、その復旧の際、日本人が永住したくなるような衛生的で美しい住宅地造成が立案され、1912年、台北土地建物会社が、台北市北東部の空き地を10万坪、購入、台湾総督府や財界の支援を得て、中貫鉄道の線路の北側に、 格子状に道が廃されて、新興住宅地として整備され、日本人のほか、内地式の暮らしを受け入れることを条件に、台湾人や外国人の居住が許された。桜並木も作られたが気候が合わず、根付かなかった、大正蝶造成に関わった木村康春は後に、陽明山に植樹して実現させた。廃線により日本人の所有物はすべて、 中華民国国民党政府に没収され、中国人管理などの住居としてあてがわれたが、その後多くが建て直され、木造平屋の日本家屋はほとんど残っていない。1930年当時、大正町の人口は3205人であった。その大多数は日本本土に本籍を持つ内地人であった。大正町協会。1937年春行。ありがとうございます。